里崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあ6本目になります。6本目ですか、はい、でもこれ面白いですね。面白いです、ね、やってて、はい、しかもなんか今回から私こう得点化にしたから、はい、どうなっていくんやろっていう、なんか目に見えて分かりやすいというか、うんうん、でもちょっと今、はい、一つの問題が発生してます。はい、ちょっとセパ格差が、そうですね、今5球団出しましたけど、上2つがセリーグ、しかも200点超えですからね。そうですね、セリーグはだから両チームとも200点超え、はい、パリーグは200点以下でしょ、うん、ちょっと格差がありますね。何なんだろうねこれ、はい、いやみんなセリーグに行きたいんですかね。でもまあね、あのタイロン・ウッズが横浜から中日に行ったパターンもあるけど、うん、ブランコが中日から横浜、でもセリーグだ、セリーグですね今な何話やっていうねいやセリーグにこういい選手が集まりやすいんですかね。でも今日広島ですけど、はいはい、ミンチはね広島からロッテ来たり、あそうですね、してますし、でロッテでタイトル取ったりしてましたね。であとラロッカもね、はい、広島からオリックスとか、うんうんうん、行ってるから確かにイーグ移動してますね。どうなんやろうっていうね、はい、ところですけど、はい、今日は広島です、はい、で広島がね、うん、だからこう考えたらもうセリーグ負けれないね、パリーグに。そうですねさあ広島どう出てくるか、ね、はい、ということで99年、はい、ペルドモ、うん、フェリックス・ペルドモ、はい、無印で、ペレス外野手無印で、ネイサン・ミンチ A です、はい、15勝してるん で、 うん、でそこからロッテ行くんですよね、はい、でタイトル取ったりして、そう、はい、ロッテだと S になるんですけど、はい、広島だと A、うん、もう在籍したとこだけなんでね、はいはい、で続いて投手レイノス99年無印、レイノソ、はい、で次がエディ・ディアス GA です。はい、あディアスいたな、そういや、うーん、もう分かれへんもんね俺、レイノソとか、はい、ペルドモ、ペレスとかもう分からないもん、ね、あと同じ名前の方結構いらっしゃるんで、そうだね、あの人かなって分からないですよね。そうディアスも結構いるじゃん、います、うん、はい、GA です。ペレスとかも多いですね、はい、リック・デハート、はい、投手、うん、無印2000年サルバトーレ・ウルソー無印、クリストファー・ガンバーランド投手、はい、無印、ジェフ・ボール無印、アンヘル・ブリトー無印、はい、ランドウィック無印、はい、ルイス・ローベス、はい、ここで S3G2 です、はい、やっと思い出しましたね。このローベスすごかったよね、なんかあの、うん、前田さんが三塁回らなかったからって言ってめっちゃ喧嘩してましたもんね。あ、そうなんです、めっちゃ熱いですよね。へー、熱いのかどうなのか自分のね、はい、なんちゅうの、出来高がついてるから、はい、回らなかったから打点が減ったやろってね、打点王とか多分取ってるんですよね、タイトルホルダーで、はいはい、そういったところもね、うん、あってね、だから言ったじゃないですか、はい、チームの勝利より自分の結果の方が大事って、うん、そうですね、そういったところが出過ぎちゃったのかな、はい、ね、で、その後2001年投手、はい、ヤング無印、シュールストロム無印、はい、ロブステニファー無印、はい、スタニファー、リゴベルトラ無印、はい、ちょっと続きますよ、ちょっとピッチャーが、はい、待って2002年全員無印ですね、はい、マテオ・ラミレス無印、はい、ピッチャーやばい、ピッチャー全員無印、4人も取ってるのに、はい、で2003年ピッチャーニューマン・ランド・クイスト無印、読みにくい、やっとデイビー取ってくるんですよ2003年ピッチャー、はい、D です。でも外野手のハースト無印、アンディ・シーツ A、はい、でも阪神行っちゃいます、はい取っても行っちゃう、そうや、うん、で、2003年ブロック D、はい、だからこれ投手いないからもう使わなきゃいけないって使ってるけど成績上がらないから D なんだよね、うん、はい、結局は、ね、2004年グレッグ・ラロック、うん、SG です、うん、で投手ジョン・ベイル CC、うん、で投手フェリシアーノ・ワトソン無印、ロマノ D、 で2005年レインボーン無印、レインボーンいやもう並んでるからずっとこれレインボーン、はい、ケニー・レイボーン無印、はい、エスターリン・フランコ無印、2006年ダグラス・マルテ無印、はい、フェルナンデス D、 ガリダ無印で外野手アレックス・オチョア A、
これは中日にいた選手です、はい、中日から来た、はい、だから2007年までピッチャーちょっとやばいね、うん、そうですね、トム・デイビー、ちょっとピッチャーの見る目がね、うん、ちょっと怪しいですね、そうですね、今まではね、ただもうすぐ来ます、来ます、はい、2008年スコット・シーボル、はい、D だからね、はい、分かった俺広島の傾向、はい、使うね使うだから D つくじゃん、はい、使うから、はい、でも成績上がんないんですよ、はい、だから D じゃんね、あ、そうですね、だからダメでも使う、うん、でも使う人がいないから、まあまあとにかく使う、もう使うしかないっていう、うん、だから低迷してるよね、はい、ここら辺だから D が多いと、うん、はい、で、できます、コルビー・ルイス、はい、S2、 S2 だってメジャー書いてレンジャーズかなんかでもうローテーションの柱で投げてたからね、メジャーリーガーよ、広島から行って、うん、はい、でもともといいけどこの時ブラウンかな監督誰かが、はい、なんかよくてきて、うん、で帰ったんだけどもともとめっちゃいいピッチャーよ、あーそうなんですね、うん、でコズロースキー無印、はい、シュルツ A、 ブラウアー無印、もうコズロースキーとかブラウアーとか知らんもんな、うん、正直、はい、交流戦も始まってますけどね、うん、で2009年ドーマン、ソリアーノ、無印、うん、マクレーン、D、 多分これあれだよね、西武にいたマクレーンだよね確か、あ、分かんないです、はい、はい、でアンディ・フィリップス、うん、D、 で2010年ヒューバー、無印のジャスティン・ビーバーみたいな名前ですね、うん、ジャスティン・フューバー似てる無印ですね、うん、でジェフ・フィオレンティーノ、はい、名前かっこいいね、かっこいい、無印、ジオ・アルバラード、無印で、ね、エリック・スタルツ、うん、無印、ビニー・チューク無印無印、やっぱピッチャーつかないですね、全然つかない、うんうん、でチャド・トレーシー、はい、D、 デニス・サファデ、A、 めっちゃ早かったよ、はい、ブライアン・バリントン、A、だって俺サワテ交流戦対戦来てめっちゃ早いと思って、うん、これもう1・2の3で行くしかないなって言って9回を、はい、1・2の3で打ったらカーブが来てバシコン打てたタイミングあってちょうどすごいちょうど打てたよかった遅くてみたいな、でバリントン A、はい、バーデン無印、うん、で12年ニック・スタビノワ無印、はい、キャム・ミコライオン、BB、ミコライオンめっちゃ早かったよ、広島の時本当に、はい、サワテ・ミコライオはすごかった、うんうん、で、エルドレッド、はい、S、うん、エルドレッドもね優勝に貢献する、はい、ね、しかもなんかママチャリでいつも広島の姉妹なんか行ってるらしくて子供連れてね来てるらしい、で、あと13年ミゲル・ソコロビッチ、うん、無印、フレッド・ルイス無印、キラ・カイフエ無印2014年、はい、ザック・フィリップス無印、うん、ライネル・ロサリオ外野手無印、はい、ディアンテ・ヒース、うん、B、 ザガースキー、ね、俺似てるっていう、はい、無印、はい、でヘスス・グスマン外野手無印で投手クリス・ジョンソン S2、はい、沢村賞受賞です、うん、ジョンソンですね、はい、うん、で外野手シアー・ホルツ無印、うん、エクトル・ルナ無印、はい、ジェイソン・プライディ無印、うん、J. ジャクソン、A、はい、これだね、ロッテに来て、うん、はい、ジャクソンショック、そうでしたね、ショックが起きて帰ってきて、うん、はい、でブレイデン・ヘーゲンズ、D、で内野手サビエル・バティスタ、BB、うん、ちょっと薬物問題で、はい、はい、ちょっと問題が、はい、これにちょっと問題がね、そうですね、でアレハンドロ・メヒア、うん、無印、でスティーブ・デラバー、無印、ライアン・ブレンシア、無印、うん、ラミロ・ペーニャ、無印、レオネロ・カンポス無印、ヤト投手、はい、フランソワ A、 で、あ、フランソワか、で、はい、フェルエグ無印のレグナルト C、うん、でローレンス無印のモンティージャ無印、はい、サンタナ無印で DJ ジョンソン無印、はい、楽天移籍しましたけどね、はい、でスコット・ピレラ無印、はい、で無印多くない、え、なー、そうですね、あんまりランクついてない感じが全体的にね、はい、少ない、でも人数結構いません、人数はいる、いますよね、めちゃくちゃ、何人なんだろうこれ全部で、今日集計した結果ね、はい、平均年数は 1.89 年です、あ、意外と、意外とまあまあいる、はい、で、86名、あ、多めですね、多いね、はい、結構います、ロッテだって60何人だったから、はい、そう考えたら在籍人数は多いかなっていう、多い、はい、さあ、ということで集計が終わりまして、
広島東洋カープ得点発表です。はい、じゃーじゃん、176点。うわー、ってことは3位ですね、暫定。だからセリーグでは現状最下位だけども、はい、パリーグよりはいい。いいですね。あれちょっとこれ格差社会、今6球団ありましたけど3球団セリーグが上で、ね、パリーグ3球団、うん、あとセリーグは、うん、巨人、中日、ヤクルト、あれなんか強そうですね。強そうだね、いい外国人いそう。で、あとはパリーグがソフトバンク、西武、楽天。あ、ソフトバンクとか西武いそうじゃないですか。強いよ、はい、うん、楽天は私あのやりましたけど、うん、あのまあまあお楽しみ、ね、ということで、はい、半分終わりましたけどね、はい、あと半分どうなるのか、はい、お楽しみに。